損保。こんにちは。防災ジャパンダ動画コンテンツ、防災ジャパンダと一緒におうちチャレンジの時間です。私は損保ジャパンの防災ジャパンダプロジェクトに企画協力しています NPO 法人プラスアーツ理事長の永田博一です。よろしくお願いします。防災ジャパンダと一緒におうちチャレンジ、ゲーム編、水害規制会ゲームです。本当にここ最近ですね、毎年のように全国で台風が発生して、その台風による洪水の被害というのが続出しております。もう本当にここというわけじゃなくて、本当に全国どこででも起こりうるような、そういう災害ですね。この地震も怖いわけですけども、多分今皆さん一番身近に感じている災害はこの台風による洪水の災害じゃないかなと思うんですよね。でこの洪水が発生した時に特にハザードマップとか調べてくださいね。浸水エリアにお家がある方で、もう川が氾濫しそうだとなったら、これもう一目散にというか、なるべく早く避難所に避難しなきゃいけないわけですけども、その避難所に避難しなければならなくなった時に、どのような服装、持ち物を持って避難すればよいかということを学ぶのがこの水害規制会ゲームです。皆さん、まず紙とペンをご準備ください。はい、準備が整ったと思いますので、では、早速水害規制会ゲームやってみたいと思います。何を身につければよいかというところと、何を持っていけばいいのかというところから、クイズにしたいと思います。頭です。かぶり物、何をかぶって逃げればいいでしょうかということで、候補はこの4つです。1つ目がキャップ、そして2つ目がヘルメット、そしてシャンプーハット、そしてニット帽。いかがでしょうか。じゃあ今から15秒間で考えていただきたいと思います。用意スタート。はい、5、4、3、2、1、0。はい、皆さん選びましたか。ね、お分かりですね。もうこの雨がどんどん降ってきてますから、目に入らないようにシャンプー、シャンプーハットじゃないですね。正解は実は、このヘルメットなんですね。ヘルメットをかぶっていただくなんですが、ちょっと注意いただきたいのが、注目いただきたいのがここですね。穴が開いてます。これどうして穴が開いているヘルメットが必要かと言いますと、実は西日本豪雨の時に、ある子どもさんが穴の開いてないヘルメットをかぶって逃げたんですね。それで実はこけてしまって、転んでしまって、その水がすごい勢いで流れてますから、こう穴が開いてないとヘルメットに水が溜まって頭ごと持っていかれちゃうんですよね。そして、大きな事故につながったというふうなことが起こっています。ですから水害の時にはヘルメットでいいんですけども、必ず穴が開いて水がね、たまらないように水を逃がしてくれるヘルメットを備えておいていただきたいと思います。このヘルメットを選べた人は、これは10ポイントでした。ヘルメットと書いた人は下に10と書いていただいて、それ以外のものを間違って選んだ人は残念ながら0と書いてください。頭の次は足ですね。足に履くものを、この中から選んでいただきたいと思います。1つ目、長靴、2つ目、スニーカー、最後がサンダルです。はい、これも15秒で考えてください。用意スタート。5、4、3、2、1。はい、終了です。もうお分かりですね。これしかないですよね。雨が降ってますから、長靴を履いて逃げていただくと。皆さん正解しましたかと言いたいところなんですが、残念ながらこれは大間違いというか、絶対に履いてはいけないものなんですね。正解は実はこのスニーカーなんですね。これどうしてか、長靴を履いて逃げますよね、逃げ出しますよね。
洪水の時はどんどん水かさが上がってきますので、こう長靴の高さを超えることもあるわけですね。そうすると水がどんどん長靴の中に入ってきて、もう重たくなって、こんな感じですね、歩けなくなって身動き取れなくなっちゃうんですよね。これはものすごく危険です。でもう洪水の時はもう水がですね濁って、もうどす黒い色してますから、下が全く見えない状態なんですよね。そうすると裸足になって逃げるのもものすごく危ないですよね。ですからこの洪水の時だけは下がまあ見えないってこともあって、厚底のスニーカーを履いて逃げるのが正解だというふうに言われてますので、これよくね間違えますので覚えておいていただきたいと思います。でこれを選んだ方は、実は40ポイントでした。ですから40ポイント皆さん、正解した方は下に40、残念ながら違うものを選んだ方は0と書いてください。はい、で次はですね、明かりですね。明かり、まあ夜になってもですね避難することがあると思うんですね。その時に、まあ、逃げる、こう道を照らしてくれる、明かりが必要なわけですけども、その時にどの明かりを持って逃げたらいいかということが問題です。一つ目がろうそく、それから二つ目がヘッドライト、そして最後が懐中電灯となります。これも15秒で考えてください。用意スタート。5、4、3、2、1、はい終了です。皆さん選べましたか？まあ災害といえば、備蓄といえば懐中電灯じゃないのと思った方多いんじゃないでしょうか。違うんですね。残念ながら、これは間違いです。正解はこちらですね、ヘッドライトになります。もう答えは簡単ですね。理由は簡単ですね。両手が開きますね。頭につけてますから、もう災害の時は地震の時も洪水の時も一緒です。逃げる時に、避難する時には何が起こるか分かりませんので、両手を開けてもらうということがポイントになりますので、このヘッドライトを選んでください。身につけてください。ヘッドライトを選べた方、これはポイント20ポイントです。ちょっと難しいですのでね、少し点が高くなってまして20ポイント、ヘッドライトと書いた人は1人下に20と書いていただいて、他のものを残念ながら選んだ方は0と書いてください。じゃあ最後いきたいと思います。もうこれで避難するとき、洪水のときに避難するときの装備はもうほぼできてますね。最後に重要なものを一つだけ持って逃げなきゃいけないんですね。それがこの3つの中に正解があります。いきます。一つ目が杖、二つ目がキャンディ、そして最後が折りたたみ傘、ね、ちょっとお腹も減ってくるからキャンディかなとかね、まあ雨も降ってますから折りたたみ傘かなとか、ちょっと足元がおぼつかないから杖かな、ちょっとねどれもなんか必要な気がしますけども、考えていただきたいと思います。じゃあ15秒いきます。用意スタート。5、4、3、2、1、はい終了です。いかがですか、分かりましたかね。まあね、やっぱり雨が降ってるしなということで、これ選んだ方多いんじゃないですか。折りたたみ傘念のために持っておきたいよねっていうね。いや違うんですね、もっと大事なものがありますね。お腹減りますよね。キャンディーかな。違うんですね。正解は実はこの杖なんですね。杖を持って逃げてください。何に使うんでしょうか。さっきちょっとヒントを言いました。私洪水の時には水が濁っていて、黒い色してるんですね。どす黒い色してます。で下がもう全く見えない状態なんですね。で洪水にはいろんなタイプがあって、実は内水氾濫という聞き慣れないと思いますけども、これどういう洪水かっていうと、地下水の方から水がこう上がってきて下から来るんですよね。であとマンホールを吹っ飛ばしてしまって水がこう、なんかよくそういう映像見たことないですかね。洪水の時にこうマンホールのところから水がバンバンこう湧き出てるっていう、ある状態ですね。
この洪水が起こるとですね、まあ、逃げてる道の途中で大きなマンホールの穴が開いてるかもしれないんですね。でも水は黒くて見えません。ですからこの杖で何も穴開いてないかな、危ないものが大きいものがないかなってことを確認しながら進んでいただくということになります。ね、これ意外とこれも知られてないので覚えておいてください。この杖を選んだ人、これもちょっと難しかったので30ポイントを差し上げます。それ以外のものを選んだ方は残念ながら0と書いてください。以上4つの合計得点を計算していただきたいと思います。ヘルメットが10ポイント、靴、運動靴ですねが40ポイント、ヘッドライトが20ポイント、そして杖が30ポイントでした。合計しますと100ポイントになります。100点になります。じゃあ結果発表したいと思います。まずじゃーん、60点までだった方、これはジャパンダ君でした。残念ですね。もうちょっと勉強していただき、防災のことを勉強していただきたいと思います。続いて70点から90点だった方、これ惜しかったですね。見習い防災ジャパンダ君ということで、もう一息です。この調子で頑張って防災のことを勉強してください。そして最後がじゃーん、100点満点だった方、これ少なかったかもしれないですね。これはもう素晴らしいので、防災ジャパンダマスター君ということで、もう君は素晴らしいということで、みんなを守ってあげてほしいと思います。ありがとうございました。